タフィローズ、カールデリック・ローズ、カールデリック・ローズ、1968年8月21日帯は、アメリカ合衆国オハイオ州出身の元プロ、野球選手、外野手、プロ野球コーチ。登録名は、タフィローズ、タフィローズ。NPB での通算本塁打数歴代13位で、あり、NPB で400本塁打を記録した、唯一の外国人選手でもある。 シーズン本類打数歴代2位タイ記録は保持。母親がプレーしていたソフトボールに影響されて野球を始めたという。ケングリフィー・ジュニアとは幼馴染で、いつも一緒に野球をプレーし、家族ぐるみの付き合いでもあったという。のドラフト3巡目でヒューストン・アストロズに入団。瞬速の中堅主として、1A 時代のには年間65盗塁を記録している。 にメジャーリーリグ初昇格を果たす。途中にシカゴカブスへ移籍の対ニューヨークメッツ戦で出場し、ドワイトグッテンから第1打席より3打席連続本塁打を放ち、長知れ渡る開幕戦3本塁打は現在もメジャー記録。しかし、メジャーに定着することはできなかった。途中にカブスからウェーバー工事され、ボストンレッドソックスへ移籍。移籍後も、 成績を残せず、シーズン終了後に FA となった。メジャー在籍時代、瞬速の持ち主でもあるローズには、先頭打者としての活躍が、首脳陣から期待されていたが、ローズは長距離打者として出場したかったために、首脳陣と折り合わず、その夢を実現するために、日本に来ることを決意した。10月19日、近鉄バファーローズが獲得を発表。 来日1年目のは、シーズン3本のサヨナラ本塁打など、日本野球に適応し、全試合出場、チーム三冠王となる。8月にパシフィックリーグ新記録、当時となる4試合連続猛打賞や、来日初の3割を記録し、初のベストナイン、全試合に出場した。は、前年より調子を落とし、前年と同じ22本塁打を打ったものの打率。 257だった。シーズン途中からチームが最下位に低迷する中で成績を伸ばし、40本類打、101打点を記録して、初の本類打王、打点王のタイトルを獲得。もチームは2年連続で最下位となり、自身も前年を下回る成績だったが3年ぶりに全試合に出場した。は、本類打を量産し、9月5日の西武戦、西武ドームで、 パリーグの外国人で史上初となる5 5号を放ち、パリーグで50本塁打は1986年の落合博光以来15年ぶり、プロ野球の外国人では1985年のランディーバース以来16年ぶりの快挙となった9月8日の大栄戦大阪ドームで51号と52号の2本塁打を放ち1963年の野村克也、1985年の 落合博道の記録に並び、9月9日の大栄戦、大阪ドームで、パリーグの選手としては、史上最多本塁打となる53号を放った。9月12日のロッテ戦、大阪ドームで、ランディーバースに並ぶ54号を放ってから6試合は、本塁打は出なかったが、9月24日の対、西武戦、大阪ドームで、松坂大輔から本塁打を放ち、 王貞春以来の当時の日本体記録となるシーズン55本塁打を達成してパリーグ優勝に貢献初の MVP にも選出された日本シリーズでも第2戦で決勝3段本塁打を放つなど活躍しチームは日本一を逃したが打線の不調の中で気を吐き関東選手賞を受賞したなお第四戦でも本塁打を放ったが日本一を決められた第戦では チームは本塁打を打てなかったためローズは金鉄球の日本シリーズでは最後に本塁打を放った打者となった。2は打点王を獲得。は51本塁打を放ち、3度目の本塁打を獲得。当時、外国人選手の受賞回数最多タまた、3年連続ベストナインにも選出された。しかし、オフの契約公開ではローズは、 複数年契約を希望したものの球団は単年契約を提示し折り合いがつかず交渉は決裂した。同年11月10日、対談が発表された。12月26日、読売ジャイアンツへの移籍が正式決定した。背番号は20は、落合博光に次ぐ史上二人目で、外国人では史上初の両リーグでの本塁打を獲得。 リーグをまたいでの2年連続本塁打王も、史上初。この年の巨人は、シーズン259本塁打の日本記録を打ち立てた。同年途中に、FA 権利を取得し、翌年から外国人枠の適用外、各単元に続き2人目、野手では、書となる。近鉄時代の左翼手、右翼手とは異なり、中堅手としての守備起用が主となる。 2005年正月の放置新聞インタビュー上では、登録を狼オ主オ、ローズにしたい、引退後は和室を作り、バットを飾りたいと答えており、野球人生を巨人で終える考えを持っていた。4月26日のヤクルト戦、福岡ヤフージャパンドームで、9回表にアレックス・ラミレスが放った、左中間への打球を追わなかったことをコーチの広田、すみおに、 カンマンプレーと指摘されると、激光して、広田につかみかかるなど激しい抗論となった。試合も敗れて後連敗を喫し、試合後も怒りが収まらず、ドームから宿舎に向かう通路で、報道陣から、この騒動について問われると、必死になだめる通訳を制して、どんどん、記事に書いてと前置きした上で、負けたのは、俺のせいだと、広田、すみさんが言った。 日本で10年間やってきたけど尊敬がない。投手があれだけ打たれるのも、俺のせいピッチャーも悪い。みんな悪い。ジャイアンツ下手くそ。ジャイアンツ大嫌い。東京に帰ると、日本語でまくしたてた。この言動は物議を醸し、罰金を徴収された。5月29日のオリックス戦で、退場処分を受けて、金田正一の8回を抜いて、最多退場、9回となった。 8月9日には、右肩の故障として降格。帰国して、手術を行ったため、シーズン中の復帰は絶望となった。結局この年は101試合の出場で打率。240.27本塁が、70打点と前年より成績を落としてしまい、来日以来初めて規定打席に到達しなかった。不本意な成績で終わったことから11月7日に、戦力外通告を受け、 この年限りで巨人を退団した。は帰国して、シンシナティレッツとマイナー契約を結ぶ。しかし、招待選手として、オープン戦では12試合で27打数6安打と、振るわず、レッツから降格を通達された。3月21日に一時は、現役引退を表明して、公式戦は1年間プレーしなかった。 同年オフに、オリックスバファローズの球団関係者に電話で、日本で野球をやりたい。手術した右肩の状態も大丈夫だと、日本球界への復帰を伝え、古巣合併先であるオリックスの入団テストを受けることが決まった。の、春季キャンプで入団テストを実施することが決定し、受験のため来日。当初は体型が以前の 87kg から 100kg にまで、 増量していた明らかに体が丸まっており、関係者一同不安にさせたが、本人は少し時間をくれと発言。テスト期間中に見事絞り上げ2月26日に合格。3月1日に入団が決定し、背番号は8に決まった。入団決定時の記者会見の第一声は、日本語でのただいまだった。オリックスでのローズの応援歌は、曲自体は、 近鉄時代と同じだったものの歌詞は再出発という意味で変更された。4月4日のロッテ戦で小野慎吾から4号本塁打を放って日本球界では歴代28人目外国人選手では初となる通算戦打点の記録を達成。5月10日の対ロッテ戦で1354試合目の出場となりロベルト・バルボンが持っていた。 外国人選手の最多出場記録を更新した。5月27日の巨人戦で、上原浩二から決勝本塁打を放ち、全球団から本塁を達成。6月30日の対日本ハム戦では、通算1500本安打を達成。9月2日の対ロッテ戦では、通算400本塁打を達成。9月18日の対西部戦では42号本塁打を放ち、 山崎武氏に一本差をつけたものの左股関節を悪化させ2004年以来の本類が大獲得間近だった終盤で無念の帰国となった本類打王は43本類打の山崎が獲得。長打率603は両リーグ通じてトップ出塁率403支給数88個三振数147個はパリーグ1位であるなど 記録ずくめのシーズンだった。4月12日の楽天戦で、レロン、D、通算1579本安打が持つ、外国人選手通算最多安打を抜き、通算安打数が1582本になり、外国人通算安打の新記録を達成。5月26日の対横浜戦では、通算1500試合出場記録、10月1日のソフトバンク戦では、 杉内俊也から40代での40号本塁打を達成し、自身3度目の打点王を獲得。4月26日の日本ハム戦で、坂木原良から史上12人目となる通算450本塁打を達成。しかし、5月13日の大西部戦で、星野智樹から死球を受け、右手第五中手骨折と診断されて離脱した。8月4日の大楽天戦で復帰し、 岩熊久さから、先制的自打を含む3安打も打賞を記録。8月7日の対ロッテ戦で、通算302塁打を達成。しかし、前述の骨折による離脱の影響もあり、日本でプレーした年で、最低の成績、84試合出場、91安打、22本塁打、最小となる62打点で。 規定打席数に到達しなかったのも2005年以来2度目だった。ただし、打率自体は308と2001年の327に次ぐ成績。シーズン終了後の契約交渉が難航したため、12月2日に球団から発表された次年度契約保留選手名簿から名前が外され自由契約選手として公示された。しかし、 球団側は貴重な戦力として評価しており、今後も残留へ向けて交渉を続けるとしていたが、ローズ側から連絡が一切なかったため、2010年1月23日に交渉を打ち切り、そのまま退団した。契約交渉が難航した理由として、結果を残しても41歳と高齢で3億5000万、推定の高年俸がネックとなり、 再契約のために球団が2億5千万を提示したことで、交渉5月13日に星野智樹から受けた支給を認めてほしいというローズとの折り合いがつかなかったためである。その後、どこの球団に所属することはなくこの年限りで2度目の現役引退。引退後はアメリカに帰国し、テキサス州ヒューストン郊外で父親と二人で、 暮らしながら、息子のバスケットボールチームのコーチをしていた。5月25日に、近鉄時代のチームメイトでもある、吉岡雄二が監督を務める日本の、独立リーグベースボール、チャレンジリーグの富山 GRN サンダーバーズからの、オファーを機に、現役復帰を決意し、野志コーチ県人で入団。このシーズンは41試合に出場し、打率、315。 本類が5の成績を上げる。選手としての成績のみならず、その人気からグッズが売れ、富山の観客動員も、既存のリーグ6球団の中で唯一前年から増加するなど、営業面にも貢献した。このため、球団側はモチームに残留させる予定であったが、オフにふくらはぎを痛めたことがきっかけで来日が遅れ、開幕時点では、出場選手登録に含まれていたものの、 医師から制止されて来日が叶わず、8月18日に選手登録が抹消されコーチ先人となった。結局、2016年は来日できずに終わった。オフには、富山側はに、改めて獲得を検討しているとも報じられたが、コーチとしても、選手としても契約を結ぶことはなかった。変化球への対応に引いれるが、内閣高めが、ウィークポイントである。 NPB 歴代最多となる通算14回の退場処分を受けている。愛称のタフィはタフ、タフから来ている。幼少時代、顔面に死球を受けて鼻血を出したにもかかわらず翌日の試合に出場している姿を母親がタフだと言った、監督がタフな奴だと言ったからの2節が流れていたが、1997年にパンチョイ島が行ったインタビューで、 7歳の時に、リトルリーグのコーチが、こんなタフな子供はいないというんで、タフさ、とローズ本人がっている。母親の話は、巨人入団後のプロフィールに記載されていたものである。インタビューなどでの明るいトークと親しみやすい、性格などで人気がある。ヒーローインタビューは、近鉄時代の途中から、インタビュアーの言葉を理解したために通訳が不要で、 ローズが英語で話して通訳が和訳するスタイルで行われていた。インタビューの内容によっては通訳を返さず日本語で直接答えた。自身で見た目で判断せずとりあえず食べてみるタイプと語っている。嫌いな食べ物はタコ。理由としてぐにゃぐにゃしてゴムを噛んでいるみたいだから。その他辛いものも苦手。2001年9月24日に 松坂大輔からシーズン55本目の本塁打を放ったが、同月29日のロッテ戦、30日の大英戦では勝負を避けられた。その後のオリックス戦2試合でも本塁打は出ず、新記録はならなかった。後にローズは当時、大英の監督が大貞田春だったことについて、大さんに悪い感情はない。日本の野球は、星とバッテリーコーチが決めるから、 実は、あの日、55号を記念して、王さんにサインボールを3個もらった。そのボールは、今も、大切に飾っていると語っている。2016年に、史上最高の得票率で、アメリカ野球殿堂入りを果たしたケン・グリフィー・ジュニア、元シアトル・マリナーズとは幼馴染で、いつも一緒にプレーしていた。クリフィー・家とローズ家は、 母親同士が古くからの友人で、家族ぐるみでの付き合いもあったという。梨田正まには、養子にしたいくらいと可愛がられていた。近鉄時代にヘッドコーチだった、伊勢高尾を、日本のお父さんとしたい、ヘッドコーチからフロントへ転身した後もスランプに、陥った際指示を仰いでいた。清原和弘と仲が良く、ジャイアンツ遺跡時に、清さん、 清原がセリーグ投手の特徴をよくアドバイスしてくれた。オリックス入団時清さんと野球ができるのが楽しみというコメントを残している。清原が引退した2008年には足の故障でクライマックスシリーズに出場しないことを明らかにした。清原に対してベンチに座っているだけで良いから一緒に出てくださいと涙柄に頼んでいた。そして清原の引退試合で45本塁打を放った。 あと、ベンチ前で清原と抱擁を交わして、清さんの最後の試合に一緒に出て、本塁打を打てたことが嬉しいとコメントしてる。中村のりひろとは、お互い親友というほど仲が良く、2009年に2度目の現役引退を表明してからも電話で連絡し合っているという。1997年から2000年まで、同僚のフィル・クラークとは同じ年ということもあり、仲が良く、 ベンチなどで談笑していることが多々あった。2001年、少年サンデー超2001年11月号にタフィローズ物語が掲載された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。